ちゃんのピアノの発表会、人生で2回目です。着替えは後でします。これからリハーサルですと、はい、行きましょう。あの中入ったら絶対静かでね、行くよ。じいちゃんとおばあちゃんも来てくれました。緊張しますか？今年は緊張するのかな。これからリハーサルです。今控え室で待ってます。食べちゃったね、お昼。すごい勢いだね。相当お腹減ったんだね。緊張してお腹減ったのかな。出番がね、近づいてきたんで、楽屋でお着替えです。行きましょう。ゆうちゃん、入りましょう。着替えてきました。見てみて、自分で鏡見てどうかな。そうですよ、うん、どう、かっこいい。すごい、うん、ちょっとネクタイ回ってるから直そうか。あとは回ってるね。もうすぐ出番ですよ。